はいどうも岡様です。今回はですねちょっと新キャラを作ったんですよ。でコレクターなんですけど、10回のボスを倒したことによって星2のキャラがとうとう作れるようになりました。で星2になるとだいぶステータスが伸びるんですけど、まだレベル8です。で今これをレベル上げしてる段階なんですけども、ここですね、田ヶ原から緑に伸びたとこ、ここ何も、分岐がないんですけど、こんなものを見つけました。逆噴射。はい、なんかこれたまにあるレアな、お店らしいです。いろんなもの売ってるって聞いたんで。らっしゃい。あんたここらじゃ見ねえ顔だな。お前もな。俺は素人には物を売らねえ。プロか素人かは俺が決める。ああ、素材を売ってるんだな。うわなんかすげえ設計図売ってる。ローグヘルム、うわ一個しか買えねえ。またよろしく頼むな。おーちょっと待って、ちょっと待って、これ売れんのんだな。プロ専用の物が入荷してるぞ。あーこれ確かにいいけど、これはローグヘルムが欲しい。いけてるな。うわーこれもったいなかったかな。ベニヤ板も欲しいな。なんか全部欲しいな。ベニヤ板も欲しいよ。その選択間違いじゃないと。こういうことだね。またよろしく頼むな。ありがとう。いやーいい買い物だった。これだけなのか。もうほんとこれだけのマップでしたね。地図もこんだけで全然調布。まあ、また面白いものがあったら載せたいと思います。はい、じゃあ今回はこれだけでちょっと短いんですけど終わらせてもらいたいと思います。ありがとうございました。